どうもコブラです。今回は列車ビルドについて話していこうと思います。紹介する武器に関してはリピータータとなります。それではこちら続いてリピーターの構成についてはチャンバーをマークスマングリップにしモッドはラッキーマガジンでプリズムに関して言うとシーリングプリズムとなります。 装備の構成については頭をレザキリ、鎧をヘリオン、腕をクイールショット、足をボレアスにしランタンはエンバーメーンを装備します。今回からはえアイテムを使うのでダメージアップするパイロンを入れますセルの構成についてはアシディクプラス6、バルブプラス6、 コンジットプラス6サバジェリープラス6アジリティープラス3アイスボーンプラス3モルテンプラス3となります続いてセルの効果について話していきますセルの効果について話していきますアシディックプラス6については V 破壊ダメージ60%を列ダメージに変換し バルブプラス6については攻撃時、裂傷ダメージを40回避で攻撃を避けた時に次の裂傷ダメージを400増加コンジットプラス6についてはホールド使用時にこれはランタンですね8秒間全てのプレイヤーの攻撃速度25%上昇。 サバジェリープラス6については、劣勝状態の部位に対して200%ダメージ。アジリティープラス3については、回避スタミナ消費を30%減らします。アイスボーについては、こちらはプラス3ですね。体力が50以下の時受けるダメージを15%減少。モルテンプラス3については、ダメージを与えた際にモルテンハートを。 2つ生成再生成するのに23秒かかりますモルテンハートの効果に関して言うと移動速度攻撃速度20%アップ炎耐性無効化となりますビルドの構成やセルの効果については概要欄に載せておきます続いてプレイ動画になります ダメージアップのパイロンや回避などを使用してパークを発動させる。これはどういうことかというと、今回取り上げたのが列車ビルドになるので、回避をすると、バルブプラス6の効果で400上乗せします。それを常に、まあ、ベヒーモスの攻撃を避けながら、パークを発動させるようにしましょう。 いかか。がだったでしょうか今回紹介した列車ビルドについて言うと、ベヒーモスが列車状態の時に強いビルドとなります。使用した武器についてはリピーターとなります。他の武器を使ってもしかしたら強いかもしれません。こちらは私の個人的な見解となります。 皆様ご視聴いただきありがとうございました。よかったらですね、チャンネル登録していただけると助かりますということで、皆様本当にお疲れ様でした。